秋。秋は四季の一つであり夏の後、冬の前に位置する。北半球では、グレゴリオ歴の一年の後半、南半球では一年の前半に秋がある。夏時間実施国では夏時間が終了し、時計の針を一時間戻すこととなる。中緯度の温帯地方では、紅葉時は葉を落とし、草が枯れるなど冬へと向かう季節である。 稲などの穀物や果物が実る時期であり、成熟などを意味する。このような日は10月を中心に、前後の毎年9月から翌年11月頃にかけて発生するから、ただし、年や地域によっては、8月12月でも生じる場合も、ある、この時期のあたりが、秋の範囲に入る。北半球での定期には、以下のようなものがある。南半球では、半年ずれる。 日本では夏の暑さが和らぎ過ごしやすい季節。日中は暑いが朝晩に肌寒さを覚えたり、吹いてくる風に爽やかさを感じたりする。夏のセミは次第に鳴りを潜め、赤トンボの群れや虫の声が耳に止まるようになる。夏休みが終わって新学期が始まり、運動会や文化祭がある。稲が黄金に色づき、栗、梨、 ブドウなどとりどりの果実が点灯を飾る。台風がしばしば、日本を襲い、週が長く続くこともあるが、晴れた空は高く澄み渡り族に、天高く馬越えゆる秋とも言われる。夜が長くなり、月や星を照出たり、読書や夜鍋に勤しんだりする。朝寒夜寒がだんだんと募って、昼夜の温度差が大きくなり、野の草には、露が起き、木々は紅葉してくる。色づいた葉が散り始めると、 重ね着が増え、暖房が入り、秋も終わりに近づく。秋は春と肩を並べる、賑やかな季節である。様々な花が咲き、果実が生じる。これは、夏ほど暑くない、公的な気温の季節であること、それに冬を迎えるために、多年生の生物は冬を越す準備を、そうでないものは往々にして生活史の終結を迎えなければならないためである。 空気は晩秋へ向かうほどに透明度を増し、車両が独自の陰影を作る。秋の花としては、秋の七草が有名である。園芸植物では、菊が代表格であり、野草では、ヒガンゲ、コスモス、棒などが秋を代表する草花として知られる。また、果実が生産されるのも目を引く。冬への準備としては、落葉や、それに先立つ紅葉。 等が、休眠名や休根、根系の形成などがある。哺乳類の場合、秋は冬への準備として、栄養を蓄積しなければならない時期である。植物における果実、あるいはキノコの生産はこれを支えるものとなっている。動物はこれによって、皮下脂肪を蓄積する。天高く馬越えゆる秋もこれにちなむものと考えられる。秋の果実の生産が少ないとこれらの動物の、 冬季における死亡率が高くなる。クマが人里に出る年は、その前の秋に果実が不作であった年である。また、大型哺乳類では往々にして、秋から冬が繁殖期である。これは、この時期に妊娠が始まると、春に出産が迎えられるからである。空は、秋が深まるにつれ、夏の高い湿度から解放され、大陸の乾燥した空気が日本を覆い澄み渡るように、 なる。入道雲に代わり、赤雲、イワシ雲、巻赤雲など、秋特有の雲が多くなり、空の色は、青さを増し、高く見えるようになり、中国のことわざである、天高く馬越えゆる秋の表現が、しばしば使われる。天文における秋の夜空は、一等星を持つ星座は、一つ、南のヨザヌフォーマハウトだけしかないため、他の季節と比較して物寂しい印象を受ける。 しかしながら、秋の夜空は、天体観測、天体観望に適しており、年中を通して交差、天の川、その他の影響が少ないため、暗い星も含め、澄み切って見える。また、ギリシア神話で知られる英雄、ペルセウスの冒険にまつわる星座が多い。日本では、旧暦8月15日、新暦では9月中旬となるの月を、 中秋の名月と呼びつき身の行事が行われる。初秋は夏からの残暑が厳しいが次第に気温が下がり始める。気候が良く過ごしやすいことから秋祭りや運動会などの行事も多く開かれ大変賑やかな季節でもある。食欲の、スポーツの、読書の、芸術のなど様々な言葉が冠される。中国では旧暦8月15日の中秋節に 親族一致道が介して月平を食べる風習がある。月平は小麦粉を練った皮で木の実入りの餡を包み、満月の形にしてから天下で焼いたものである。月平の表面には、うさぎなどの絵柄を焼き印する。月見の行事は、唐の時代にはすでにあり、功労で月を眺めながら、主食を楽しむ風習が存在し、元や明の時代には月は祀られる存在になった。 月餅が食べる風習は、明の時代からと言われている。韓国でも、旧暦8月15日の周遊に、親族一同が介して、松餅を食べる風習がある。一般的な松餅は、小豆あんや白ごまなどを包んだ親指ほどの大きさの、団子餅で松葉を敷いて蒸したものである。また、韓国には周遊に、深刻や進化を祖先にお供えしたり,墓り、墓参りをする、風習がある。 などがある。小倉百人一首より三隻とは、下野区が秋の夕暮れで終わる有名な三種の和歌のこと。秋の季語については、秋の季語を参照のこと。秋を含む季語には次のようなものがある。実りの秋から転じて、季節に関かかわらず、収穫時期を秋と呼ぶことがある。日本プロ野球等の春秋制のスポーツでは、優勝、プレーオフ進出の可能性が消滅。 または、絶望的となったチームや、そのシーズン限りでの解雇が濃厚な選手のことを、秋風などと表現することが、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。